皆さんこんばんは、 MK です。ニュースーパールイージー U パート5やっていきましょう。前回の続きからですね、裏ステージをクリアしたので一旦戻ってミント諸島をやっていきたいと思います。このフローズン大地はスターコインも裏ステージも全部やったので、当たるよね。そりゃどっかは当たるよね、ちゃんと見ないとね。いけるかな、3体。いやむずいんだよなこれ結局。 OKOKOK、 1体踏めば流れでやってくれるから。でもう1体を簡単に待って。でこういうのでやられるの得意なんだ俺、いつもそれを得意とやってるんだ。 OKOKOK からのうまい、あんぶねえ。おーまたプロペラキノコだ。一回使うかどっかで。プロペラ使ってないよね、ニューマリー。そうだよね、ニューマリー U でも使わなかったよね結局なんだかんだで。プロペラキノコゲットしました。でこいつ連れてくか、冴えない顔してるけど一応連れていきましょう。でミント諸島が一回も手つけてないんで、いきます。トントンヤー。はい、ステージ構成自体は変わってないので、そういうことだな、そういうことだな。そこにブンブンがいて、ピンクチビヨッシーがいて、そこに誰だっけ、ラリーだ、ラリーがいると。いきましょう。噴水カニボウだらけビーチ、なんか日本語下手くそだな。噴水カニボウだらけビーチ、わかりました。あー待て、後ろなんかありそう、後ろなんかありそうだった今。これほらなんかあるでしょこれ。あーそういうこと、上に上なんかあるでしょ。じゃあここ絶対なんか、待て待て待て、滑んだわ。なんかある、なんもないんかいこれ。ドンキーコングだったら後ろなんかあるぞ。ドンキーコングじゃないもんなこのゲーム。カニボウやめてね。こう待って、これさ、あーそういうことね、こういうとこなんかあんだわ。なるほどな。1枚目ゲットしました。アイスゲットしていきたい、一応持っていきたい。こういうとこはなんもナッシング。落ち着け落ち着けからの、そこに絶対なんかあるね、そこに絶対なんかあるね。うーわ、振り向き美人、振り向いた瞬間ダメだったんだなこれ。振り向きはダメゲームだったんだな。ここ入れる、これが2枚目でしょ確実に。これが2枚。待って何それ、下下。あそういうことね、そういうことね。その泳ぐ系男子ね、泳ぐ系ルイージね。はい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 。これを通り過ぎて3枚目をどっかで一発でゲットして、綺麗に終わりたいね、綺麗に終わりたいね。初っ端のステージ綺麗に終わったらかっこいいよね。ただもうかっこよさはできなそうだなこれ。待て待て待て、どういうことだどういうことだ。踏めんのかそれ一応。うー食べた食べた食べた。こういって落ち着け落ち着け、当たんないように行くのが精一杯でござる。こういうところなんかあったりとか、そういうパターンではないか。行っていいんだな、行っていいんだな、行っていいってことすんぞ。待ってもうゴールじゃね、もうゴールじゃね、やーばい。えない、上か上か、待て待て待て、上行きたい上行きたい上行きたい、上かないぞ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 。いやゴールしちゃってもいいんだけど、ゴールしちゃってもいいんだけど、ちょっと悔しくない。あ分かったかも、分かったかもしんない、分かったかもしんない。ここじゃ、ここじゃない、ここ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 。あ違うんだ違うんだ、待て3枚目どこだ。でっかいルイージの状態で来て、どっか叩けばツタが出んのか。うわー違うっぽいな、多分違うよね。あ待って、クリアしちゃった方が良かったかも。いやでもな、いいこれでいいんだ。まずはこのキノコをゲットして、1枚目がその辺のここにあるんだな。ここに1枚目があって、アイスをゲット。あアイスの方がいいかもしんねえなこれ案外。落ち着きなさい落ち着きなさい。こういあれ逃した逃した逃したね逃したね、さっきあったもんで、バカ野郎あっぶねえ今よう言ったね。はいはい、ここ甲羅化しといて、邪魔だね。下行くんだな、ルイージ泳ぐの下手くそだからな。待って待って待って、下手す、あなるほど、下に泳いだりっていうのはできないのか。キノピコとかあのヨッシー持ってたらうまいからできた。これを取りたくなっちゃうんだよね、時間ないのにさ、時間ないのに取りたくなっちゃう人なのよ。行きましょう。で問題は3枚目だ、どこかからツタが出るのか、マジで見失っているのか。ちょっと待ってねちょっと待ってね、こういうとこで焦るのがね一番良くないから。あっぶね、待て待て待て、あっぶね、あーもう何君何なの、さっきから黙って聞いてれば。この上とかこういうとこ行けたりとか、そういう、あ行けんだね、一応行けんだね。ヒップドロップ
おーっと、イチャップ。キノコは関係ねえな、イチャップ。しかも取れねえっていうな。しかも取れねえっていう感じね。落ち着きなさい。落ち着きなさいって言ったばっかり。うーわ、やったな。検証すらできんかった。あ、やったな。うーわ。いや、でもそういうことだと思う。そういうことだよな。落ち着け、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 バカ野郎。頭。そういうことだな。そういうことだ。さっきのところヒップドロップすれば出んじゃねえか。それぐらいしか思いつかねえな。もう一回やらして。ごめんね。もう一回だけやらして。いや、でもそうだよ。スターコイン全部集めていかんとさ、圧倒で大変なんだよ。こういうステージ構成が頭に入ってるうちに、行かないと、って私は思います。行きましょう。噴水カニ棒だらけビーチ。これ裏ゴールはね、確かお城なんだ。お城じゃねえ、砦なんだよ。だから関係ないな。で1枚目とかも取る必要ないんで進んでしまいましょう。裏ゴールはないはずなんでね。ペッペペ、無理でやん、それはさ。どう考えたって。こっち行って、もう一個どっかある？ない。パワーアップアイテム手に入る場所ない。しゃがめ。うーわ、手に入んね。で、ここ上行けるから上行って、落ち着け、落ち着け。ここをヒップドロップしても意味ないか。でも一応やっとくか。ここヒップドロップして倒しておく。あ、待って、こういうさ、あ、待って、違うかな。あ、違うな、違うな、違うな。時間はある、時間はある。ここでやられなければいいんだ。で、ここでヒップドロップ決めていきたい。はい、違うかな。あー、出た。そういうことだよ。そうだよね。そのパターンあるんだよ。ありがとう。取れたっちゃ取れたんで、もう満足です。危ない、その岩。待って、ここで岩に当たってエンドはさすがに格好がつかないよ。格好が悪いよ。 OK。 そう、そのね、なんかね、見えるんじゃなくて何かをすれば出てくるっていうスターコインのパターンがルイージ U だとあるんですよ。なんかデザート砂漠にも一個あったよね。なんか行けば出るみたいな。それが分かりにくいんだわ。はい、次行きましょう。潜入ウニラの住処。いや、潜入しなくていい。確実に潜入する必要ない、それ。ウニラの住処なんて、うーわ、もう性格が出てるよね。上行って OK。 1枚目とりあえずゲット。こういうところに1枚目があれば簡単なんだけどね、なかなかそうはいかないんですよね。あっ、ペタタタッ、トトトトトトト。いいよ、これ絶対キノコでしょ。キノコをまずは取っていかんと。待って待って待って、やめて、本当にやめて。そういうの、そういうのだけ需要ないから。待って、あ、これね、逃げぷくって言って逃げるらしいですよ、私がいるところから。ちょっと待って、ちょっと待ってね。そういう解説をしている暇もねえんだ。ウニラの住処だからね、ここはね。下にあるね、下にあるね。行きましょう。ここビューっと行って、ここ取って取って、上上上上、いけ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 。よし、いいよ、いいよ、いいよ。2枚ゲットして、これ、あ、3枚目ありましたね。このファイヤーを使って、無理やり切り開いていくパターンのスターコインである。こういってこういって、もういいもういいもういい。で、逃げぷくは逃げるらしいんで、普通にしてれば当たんないって聞きました。こういってやめて。やめて。あ、あ、うわ、あ、あ、あ、うわ、てい、や、はい、うまいよ。わかっている。よーし、よし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 。でだ。3枚ゲットしたから調子に乗ってジャンプしちゃってもいいですか。くるんとやって、うまい。今くるんってなったけど、くるんってしてなかったよね。あれってくるん判定入ってんのかな。なんかあの3段ジャンプの頂点でくるんってやっても、ルイージまだ今前転してたからさ。でもくるんってお父さんになってれば飛距離は伸びてるんだろうか。ちょっとそこは判定員がいないんで分かりませんが、行きましょう。で、このお城に裏ゴールがあって下に行けるはずなんですよ。あれ違うな。あ、ごめん、間違えたかも。これ通常ゴールが下なのか。あれ、忘れちった。あ、なるほど、テレサの屋敷に裏ゴールがあるんだ。じゃあここは気にしなくていいんだな。よーし、行きましょう。危機迫るトゲコンボの砦。危機迫るってひらがなで書かれると、あんまり危機迫って、危機迫ってるね、危機迫ってるね。あんまり危機迫ってる感じしないんだよねって言おうとしたら、めちゃくちゃ危機迫ってました。待って、あ、行ってよかったんかな。ちょっと俺まだだと思う、これ。ここ、うまい、うますぎ。違うんだな、こういうとこ、こういうとこじゃねえの。違う、あー、あそこの緑のとこだな、絶対そうだ。この緑のとこでしょ。 138% そうだね。で、こういったトゲコンボがあるね。なに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 、危機迫りすぎでは。
落ち着け。はい。で、早いんだよ、動きが。OK、いいよ、いいよ、これ当たんないってこと？コインがある場所は当たんないってことでいい。そういう解釈で私とやっていきますんで、よろしくお願いします。こう言ってやめて。やめてって言ったら止まれや。人が嫌がることしないの。こう言って、これさ、絶対横に、あ、ルイージいたね。え？ヒップドロップ、ヒップドロッパー、ヒップドロッペスト、無理じゃね？だって、ちっちゃいもん。あ、おい、あー無理だ。この時点で、あー無理だ。この時点ででっかくないと無理なんだ。一回やられよう。今のはしゃあねえ。だって今、だってもうボス行ったらさ、倒せないといけなくなるから、1枚目、2枚目、3枚目の場所は理解したんで、ここを、でっかい状態のままクリアしましょう。で、P としては使わないので、これを使っていきましょう。こいつを使って進んでいきましょう。あのね、パワーアップアイテムがねえんだわ。パワーアップアイテムがないんで、ご利用しでこれで進んじゃうしかないみたい。いや、もういいでしょ、これで。満足、あ、戻れる。戻れるね、ありがとう。ここに1枚目がある。で、こういって、こういって、こういって。これなんでもないってことでいい。なんでもないんだよな、なんでなんだろう。これなんも、なんもないか。なんもないんだね、なんでなんだろう。こっち行って、こういって。でここも食らわない。コインがある場所が食らわないんで、こういった、危ねえよ。この辺で食らっちゃうともうダメダメのダメなんで、やめて。こういって、あっ、よく当たんなかったね今。こういって、うまいよ。出た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 。ここで食らわないようにあっちまで行く必要がある。それが非常に難しい。なんてったってそこにファイアブロスがいるからな。やば、あのファイアブロス、うーわきつ。行くしかねえ。でも待って、危ねえ。ここ素晴らしい。で、これに当たんないようにここでヒップドロップ、うまーい。うーわ、最後のやったわ。なんで最後の最後やらかした今。最後の最後で何やってんだ。これなんかあるよね。うーわ、内判定だ。うーわ、内判定だ。す、まあいけるっしょ、ブンブンなら。ブンブンならいけるっていう高をくくっていきます。いや余裕だよ、ブンブンにやら。うーわ、水、水がすごい。どうした？カメック。何すんの？羽生やすの以外にして。羽生やすのだけで。オッケーオッケーオッケー。それだったら大丈夫。それいける。一発目踏めばこっちのもんだから。オッケー。あともはめればいい。はい。素晴らしい。からの？からの？からの？うい。うい。あ、素晴らしい。もうこうなんですよ、結局。うん。もうスーパーマリオブラザーズ3の時からブンブンはこうやって倒すっていう法則があんの。そう。大丈夫、教科書載ってるから。よし、行きましょう。ここで半分終わったんですね。次のテレサ屋敷に裏ゴールがあるんで、頑張って探していきたい。無理かな、きついかな。いや、行くしかねえんだ。沈没船のくるくるブロック。くるくるブロックって何？わかんないギミック伝えてくんのやめて。え、絵とか描いて。何？沈没船感がすごいね、これね。何が手に入るんですかこれ。何も手に入んないんですね。なんか何も手に入んないんだ。こう言って、あ、そのなんか口うんってやってるテレサかわいいね。その口がうんって言ってるテレサかわいいとか、そんなことばっかやろう。待って、やべ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 。どこに入ればいいんだ。一番でっかいとこでしょ、こういうのは。大体一番でっかいとこに入る人が、どこでもええんかい、どこでもええんかいこれ。いきなりその下説違うかな。いや、そのね、プクプクがいたら無理やん。あ、1枚目。1枚、バカ。こう言って、OK、1枚目だな。で、落ち着け、落ち着け、落ち着けよ。あれ、取りてえな、8枚。これ、8枚取ったらすごいよ。すごい楽よ。うわ、もうそれ届かんもん、どうやったって。届かねえもんだって。あー、もう無理、もう無理。もう遅い、もう遅い、もう遅い、もう遅い。いける、あー、もう、あと1枚だったのに。ここ、バカ。こう言って、上。上、落ち着け。下に行くとトゲプク、上に行くとテレサ。あった、2枚目ありました。これを2枚、3枚目なのこれが。いや、もう行くか、1回行くか。2枚目はね、裏ゴールの場所にある可能性もあるんで。うーわ、その辺行きてえな。うーわ、その下行きてえな。いや、もう行くしかねえよ。でもそうだな、2枚目は裏。うーわ、無理だわ。最後に、最後にそれやってくんのエグ。もうミスりたくないんですわ。
いけるいけるいけるっていうことにして、うばらしい、うばらしいってなんで、素晴らしい、うまいと素晴らしいが混ざったわ、今うばらしいになったわ。よーしよしよし、いいよ。で2枚目取ってないんで、2枚目がね、裏ゴールの場所にあるんだよ。なんかテレサ屋敷ってそうなんだよ。マリオ U はそんな感じだった。あの取れないスターコインがあるときは、そこが裏ゴールにつながってるんだよ。さっきもそうだったよね。さっきのテレサ屋敷も1枚目のスターコインがそうだったから。ちょっとアイスで行こう。うーわ待って、アイテム足りねえな。アイテム取りに戻るか。ちょっとね、パワーアップアイテムをあんまりくれなくなってきたんだよね。何なんだろうそれ。こう言って、落ち着け。さっきのトゲプクの下りのどっかにあると見たんだ。俺バカじゃねえの。無理じゃんそれやられたら。何これ、じゃあ一番ちっちゃいとこ入るか。同じだろどうせ。同じじゃねえか、同じじゃねえか。うーわ待って、その下説あんだよな、その下説あんだよな。ただいけねえくねえか。待って、これさ下行こう。まあいるじゃん。無理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 。え、アイテム取ってこよっか。待って、もう一回やる、もう一回やる、もう一回やろう。多分ね、あの一番最初のブロックがノーマルで叩けばキノコ出んだよ。スーパーの状態で常にやれるようにはなってると思うんだよね。それ以上の状態が、そうだよ、そういうことだよ。なんかそういうギミックあるんですよ。でここのテレサで食らったらもう本末転倒の本ちゃんなんで、そこだけは気をつけたいですが、よく見ろ、テレサの動きをよく見るんだ。テレサに語りかけて、また来ないで。もう意味ないじゃん。だったらさ、だったらやってる意味ないじゃん。もう下だな、絶対下だわ。こう言って、そこ1枚目でしょ。ってことはその一応ここ以降の下にあるんだよ。こう言って落ち着け。当たんねえから、当たんねえから、ちゃんとしてれば当たんねえから。下あった、ありました。ただ裏ゴールはわかんねえんだよ、この辺にあるかどうかは。もうもうダメだ、裏ゴールねえな。待てよ、バイバイ。ちょっと待って、いやもう行くしかないんだよね。そうなんだよ、アイテムを取りに戻っても結局テレサで食らって意味ないとかなるんだったらもう行くしかないんですよ。でここでキノコを取って食らう、結局要は食らわなきゃいいんだろ。要はこの辺で食らうからとんでもねえことになるだけで、食らわなきゃいいんだろ。わかった、そんなの楽勝よ。オッケー、やりゃできんの。じゃあなんでいつもやらないっていうと、できないから。日本語になってねっつの。危ないね。この下ね、この下、この下。待って、トゲプクをなるべくまとめておいてからの、からの下下下。もう無理じゃん。取って、オッケーオッケーオッケー。でこっからこっ、ファイヤーないと無理だわ。そういうことだ、ファイヤーねえと無理だ。うん、トゲプクを全部倒さねえと話にならん。ってことは戻ろう。もう結局無理だもんな。だってな、こっち行ってあるよね、キノコどっかに。あー、これでもいいな。待て待て、こいつ持ってこ、こいつだ、攻略の鍵は。こいつがありゃ無敵でしょ。ただちっちゃい状態で行かないといけないのが気になるな。いや大丈夫、かけてる、俺はチビヨッシーにかけた。こいつでトゲプクを一掃して全部食えばいいんだよ、全部泡にしちゃえばいいんだ。で、こいつを持って、テレサも泡にできるんだっけ。ちなみにこいつ、テレサも泡にで、あ、できる、無敵では。テレサ泡にできたらもう無敵では。待って待って、バカバカやめて、本当に本当に、おっぶね、本当にやめて、俺のだからこれ取らないで。この下のトゲプクを泡で、無理か。いやーこれミスっちゃうと痛いな。ここここここ、オッケー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 。でこことかに裏ゴールがあるんじゃねえかなって思ったりした時期もあったんだけど、ないっぽい。裏ゴールを探しつつ、さっきのスターコイン取りつつって感じでいきましょう。落ち着いて食べてくよ、綺麗に食べてくよ。ごちそうさまが聞こえない、オッケー。でここ落ち着けなさい、いいよいいよいいよ。で2枚目取ったでしょ。裏ゴールなんだ問題は。裏ゴールがどこにあるかっていう話を俺は今からしていく。一番奥じゃねえのか、単純に。やばいやばい、そんないる、トゲプク、そんなトゲプクいる。オッケーオッケーオッケー、ここじゃねえの、違うか。あっ
ったですよね。まあ普通に考えたらそうなりますよね。オッケー、結構分かってきたぞ、裏ゴールの感じ。そんなになんか思いっきり意味不明な場所にはないんじゃないか。やっぱりマリオ U と同じようになんか考えればいけるような場所に配置はされてると信じて進んでいきます信じてはいますよ、私は任天堂さんを。よーし、でこれでステージが解禁になるんで、先にそっち行く。これステージもあるよね。ただ道ができるだけじゃなくてステージ、あーそれあれだな、最後に、最後っていうか、ちょっと待って、進んでからにしよう、そっちは。落ち着け。ぷくぷくに当たらないように進んで、あ、もうこれさ、気になんない。こいつで行けばさ、あれどうなんだろう。落ち着け。待って、出てこない。こいつで行けばどうなんの、どっちか選べみたいな。え、二人ついてくんの、あー、なるほど。交代制ね。交代制なんだ。はい、大噴水の飛びぷく海岸。飛びぷく？あれか。やめて、その初代からあるよな、その飛びぷく制度。これいらんな、絶対いらんな。アイスで、アイスっていうかこのウォールイージーといるよね、こういうのね。待って待って待って、ここ滑るんだ、腹滑り、忍法腹滑りでいった。あ、でも一応ダメ判定ではないんだね、そこは優しいね。ここ下ヒップドロッパー、ヒップドロップペスト、うまい。でここ、はいはい、滑り、待って、落ち着け落ち着け、腹滑り判定で進んでいく。待て待て、 P があるね、 P があるよ。滑って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 、あー今の上にあったくさくない、大丈夫、今上にあったような気がしたんだけど俺。大丈夫か、大丈夫かな。2枚目逃してない、あ、あと逃してないね、逃してない、奇跡的に逃してない。でここで待って、落ち着きなさい。よく食らってないね、ここまで。よくこんな食らってないね。こういってこういって、あ、あー3枚目ありました。いやもう食らってもいい、これは。バカ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 、やったわやったわやったわ。大丈夫か、大丈夫か、落ち着け落ち着け。いやもうゴールのはず、もうゴールのはずですよね、ですよね。でバカバカバカ、いけるいけるいける、素晴らしい。あぶね、本当になんかもう常にギリギリを生きてる感じがするよね、ルイージ U やってると。タイム的にも体力的にも、なんかステージギミック的にも、なんか常にスレスレを言ってるようで胃に悪い、胃が痛くなる。よし、じゃあ進んでいきましょう。あ、青ヨッシーがいなくなっちゃった、せっかくさっきまでいたのに。こう進んで出ない、あ、オッケー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 。でここがミント諸島の3、駆け抜けて雲の上の噴水。何、雲の上に噴水は無理でしょ。うわ、おーおー、そういうことね。こういうの下なんじゃない、違うの、あー落ちるんだ、落ちるんだね、あーあー落ちる感じね、落ちる感じね、わかったわかった、理解した理解した。パックンパックンちょパックン、うわそれ無理だもんな、絶対無理だもんな、どうやって無理だもんそれ、行くしかねえもんこんなの。だってだ、どうやっても無理だったら、あっパッパッパッパ、いけんだね、一応一応いける。もうこれ甲羅使えばよかったんじゃ、それさ、奥に奥のなしだな、手前に置けや。ワンツースリーフォーファイブシックスセブン、え、あ、あ、あ、えい、ああもう惑わされた、もうなんで最後は取れんの。今確実に確実に取れた流れだったよね今ね。セブンの時まで私が8まで取るって確信してたでしょ、今見てた人。俺も確信してた、絶対取れると思ったらなんか微妙に届かんかった。なんでなんで任天堂に嫌われてる、こんなにゲーム買ってんのに。落ち着け、さっきのところバカ、さっきのところは甲羅を使うんだ、それは甲羅を使って取るんだ。ここうんでで落ち着け、まだいけるから、素晴らしい。あー行く必要はないんだね、甲羅で取った判定も出ている。でここね、ここ綺麗に取るよ。あ、スーパーならいけるよ、もう今さっきのスーパーじゃなかったから取れんかったんでしょ、素晴らしい。ペンギンスーツか、また微妙だなこれもな。あ、あでもペンギンスーツってアイス出せんだ、そうだそうだそうだ、今知ったわ、そうじゃん、これアイス出せんじゃん、じゃあもういいじゃん、じゃあ素晴らしいじゃん。ここ上とかなんかあったりはしない、大丈夫かこれ、あーそういうことね、そういうことね、こここういって、あぶっ、じゃあ何よ、じゃあどうすりゃいいのよ、その場にいたって落ちたんじゃねえのか今、その場にいたら助かったんか、そこはっきりさせてもらわないと。あー甲羅持ってくんか、
ぽいな。その手前の甲羅持ってくんか。あの手前の甲羅を甲羅化しちゃった時点でアウトか。甲羅を甲羅した時点でね、もう一回言おうか。甲羅を甲羅した時点でアウトだったんだ今のは。よーし、危ない。で、やべ、もうこんなねダジャレ言ってたらやられるぜこんなこと言ってたらもう負けてもしょうがないぜ。落ち着け。こういってこれで取る。出た出た出た。ここ取るよ、確実に行くよ。はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。素晴らしい。でペンギンスーツを手に入れて、そこの甲羅、ここの甲羅が大事。この甲羅を使ってバカ、これを取っていく。オッケー。で2枚目だな。待って、今食べられてたけどね。今の判定がいいなら、今までの判定もなかなか。それだったんど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 ん。それコーラス、コーラス、コーラス、コーラスオブザワールド。素晴らしい。あはは、うい今絶対落ちたと思った。みんなも落ちたと思ったでしょ。いや今落ちてたもんね。落ちてたよ。なんなら多分落ちてたけど、任天堂さんの優しさだよね今のはね。もうよくここまでやってくれたなって。さっきごめんね、さっきちょっと判定ミスったから、ここはちょっと生かしてあげるっていう、その任天堂さんの優しさで助かりました。ありがとうございます任天堂さん。よーし、じゃあ今回はここまでですね。じゃあ次回、ここのなんだろう、ウニラが降るタツノンの住処やっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。